Cチャンネルクリッパーの石田美奈子です。今日は洗顔後まず一番最初につける基礎化粧品ブースターを紹介しようと思います。ブースターを使うことで化粧水や美容液などの浸透がぐっと良くなります。私のおすすめはこちらです。テッティ製の薬用スキンバージョンアップです。 100ml 入りで2,000円なのでお値段もお手頃です。使い方はとても簡単で、こちらを手のひらに2プッシュ取ります。そして手に広げて顔に塗ります。以上です。あとは普段通りの手順で化粧水や美容液で仕上げていきます。洗顔後ほんのひと手間加えるだけでお肌がいつもよりもしっとりもちもちになります。エチセのブースター以外にも椿オイルやホホバオイルなどもブースター代わりになるので、ぜひ試してみてください。バイバーイ。